ボールバルブがより使いやすい20-60シリーズ用便利オプションのご紹介です。ロックアウトはボールバルブのハンドルを覆うことで作業者の誤操作を防止します。装着後でも半透明ですのでハンドルの向きを確認できます。段差に爪をかけて開きハンドル部分にはめてください。必要に応じて南京錠や結束バンドでロック可能です。エルボタイプトモ回りストッパー、接続したチューブが自由に動く状態ですとハンドルと樹脂本体が一緒に回ってしまいますが、トモ回りストッパーを使用するとハンドルだけが回転するのでチューブの向きを固定できます。ピスコの文字が上向きになるように持ちます。樹脂本体の平らな部分とトモ回りストッパの平らな部分が合うようにはめてください。ネジの六角部はどの向きでも大丈夫です。最後にユニオンタイプ固定用ホルダです。ボールバルブが固定されるのでハンドル操作が安定し、作業がしやすくなります。丸印の端と端を合わせて、片側ずつ押し込んでください。BVUH20 は M3 サラコネジ、BVUH60 は M4 サラコネジをご用意ください。